こんにちは、神代の之助です。本日は奈良市、大和西大寺駅から、徒歩圏内のフローレンス山六という、鉄筋コンクリート像のマンションのご紹介をさせていただきます。今回のお部屋は 2LDK のお部屋のご紹介となります。はい、それではですね、こちらのリビングの方ですが大変広々としておりまして、広さとしては16畳ほどございます。これぐらいのスペースでございますと、まあ、ダイニングテーブル、ソファーなど、大きめのものを置いていただいてもゆったりとくつろいでいただけるスペースになるかと思います。はい、そしてですね、キッチンの方にはですね、ガスコンロ2口備え付けのシステムキッチンになっておりまして、こちらの洗い場などもの広くなっております。上の方には水切り棚の方と、収納スペースですね、上と下の方に十分にございますので、お鍋やフライパンもしっかりと収納していただけるようになっております。キッチンのそばにこちらの給湯器のリモコンがございますので、温度変更もすぐにしていただけますので便利な機能になっております。はい、次にですね、こちらのモニター付きインターホンついておりまして、他を確認してお話ができますので防犯面でも大変安心ですね。ただその隣のところにですね、棚の高さの変えれるスペースがございますので、まあ、いろんな飾り物であったりとか、まあ、そういったものも置いていただけるようになっておりますね。はい、そしてですね、こちらのバルコニーの方が南に面しておりまして、まあ、窓も大変広くですね、光の入りやすい明るいリビングとなっております。またこちらのスペースの方もですね、まあ、マンションタイプということで大変広くなっております。洗濯物であったりとか、お布団の方もですね、非常に冷やすい、干しやすいスペースとなっておりますね。はい、またリビングの方に面したお部屋としてですね、こちらの方が和室6畳の広さとなっております。こちらの方にはですね、テレビの方も視聴できるようになっております。またこちらですね、約1軒分ほどの押し入れがございます。まあ、こちらの、ね、来客用として使っていただきますと、お布団であったりとかそういったものも十分に収納していただきますね。次にですね、こちらの廊下の方に行きまして、まずこちらの方にはお手洗いですね。はい、またコンセントもね、ついておりますので、オシュレットをつけたい方ですね、工事をしていただいたら、設置できるようにもなっておりますね。はい、次にこちらの方には、こちらの方に収納がございます。まあ、掃除機とかもですね、入れるような収納スペースになっておりますので、こちらも非常に、重宝していただけるかと思います。はい、次にこちらの洗面所の方ですね、こちら独立洗面台ございまして、またその隣の方には室内洗濯機置き場ですね、ございます。はい、またこちらのバスルームの方ですね、機能としましては自動湯張り機能と、またお湯がぬるくなった時ですね、高温差し湯式というシステムで、お湯を温めることもできるので、まあ、いつでも温かいお湯で入浴していただけるところとなっております。洗面所はですね、こちらの扉ついておりますので、こちらも、安心ですね。玄関スペースの方は大変広くなっておりますので、お好みの、シューズボックスですね、置いていただけるようにもなっております。はい、最後にですね、こちらの方が約 6.8 畳ほどございます。洋室となっております。こちらのお部屋でですね、ベッドを置いていただき、まあ、ベッドルームとしてお使いいただけるお部屋となっております。はい、またこちらの方はですね、テレビの方とですね、またエアコンの方もですね、設置できるようになっておりますので、そのあたりも、安心ですね。はい、次にこちらの収納スペースですね、クローゼットタイプとなっておりますので、お洋服の方もしっかりと、かけていただいて収納できるようになっております。はい、こちらの方はですね、鉄筋コンクリート像ということで、壁の方はしっかりしておりますので、上下また左右の方も音が響きにくい大変素敵な、構造となっております。まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなしになる心、賃貸のマスキでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。